飯？この握り飯、塩つけたか？塩つけんの？やっぱ勉強以外わかんな。おめえ、大学どこ行くん？できたら、京大。へえ、すっげえな。京大行って何するん？物理。可愛くねえな。なんで？物理って面白いやん。どこがやん？だって、素粒子物理とか宇宙物理とかはすっごい面白いんやよ。物質の最小単位は何やとか、宇宙の果てはどうなってるとか、そんなん知りたいん。変なやつ。スミ君はどこへ行くん？俺か？多分行かんじゃないか。本当言うとな、俺お前のこと少し羨ましいんやね。なんで？なんや、物理が好きで好きやからそれやりたいみたいなよ。それが羨ましいんや。そんなんと違うけど。俺なんか自分は何がしたいんかすらわからん。これでも昔からいろんなこと面白がって何にでも手出したし、うちの親も何でも買ってくれたし、けどなんやみんな中途半端で、そのうち興味とかなくなって、お前の物理みたく一生懸命なれるもんなんか何も見つからんかったわ。私やってそんなこれがやりたいって決めたわけやないし、ただやっぱ好きやからっていうか、10年前初めてアポロが月着陸したのテレビで見てすっごい感激して。覚えてる覚えてる。あん時は俺もめちゃめちゃ感激したわ。けどなんやようわからんけど、今はいろんなことうまく感動できんくなってまった。きっと10年間何も考えずにダラダラ流されとってさ、なんやその流れに身を任せとると楽やったっていうか。けどそんなことしとるうちに大事なもんが流れてきとるに気づかんかったんやないかって、大事なもんまで一緒に垂れ流しとったんやないかって、そんな気がするん。そやから10年後はもういっぺんそれを取り戻すために、なんや一生懸命できることとか見つけたいんや。10年後か、何しとるやろな。お前にはいろんなことあんましかくさんと喋れるわ。なんでやろな。そや、10年後にもういっぺんここに来んか。ほいでさ、タイムカプセルとか埋めてかんか。10年後の自分がどうなっとるか書いたか見れては。うん。何入れるか。なんやそれ。コンタクトケース。それ、ええんか。悲しい基礎が目印。